皆さんおはようございます。社員今村です。すいませんね、寝起きなんですけどね、最長片道切符の旅もね24日目になります。もうあともう10日ぐらいでね終わるんだなと思うとなんか感慨深いですね。本日はですね、大阪駅を出発して京橋学研都市線で木津から、関西本線で通勤、で草津線で草津行って、まあ山科経由で琵琶湖線、湖西線、北陸線って米原とかを経由して、最終的にはね、岐阜を目指します。今日は滋賀県で一観光一グルメする予定です。なんかルートは今日複雑な日ですね。今日も一日よろしくお願いします。はい、今日の昼食はねこんな感じで、全く1日目、だから大阪から稚内に出発日とね同じ構図ですね。まあ時間もないのでさっさと食べていきたいと思います。はい、昨日ぶりにね大阪駅の例の場所にやってきました。やっぱり今日の大阪はね曇ってるんですけど、やっぱ寒いっすね。なんか前までねあったかい日とかあったんすけどね、なんか今日ぐらいからなんかまたいきなりね寒くなるらしいです。いやーなんか困りますね。また4日後に事務所戻ってくるんですけど、コート捨てたかったんすよ、冬用のねやつ。サンシャイン今村の出発時から寒冷地仕様の服装で旅をしているんですが、マジで大阪戻ってきたら寒冷地仕様のものを捨てて西の方とかにね行けると思ったんですけど、さらにねゴールに近づくにつれて寒くなるみたいなんですね。いやー2月なのにねおかしい天気ですよね。ということで今ぐらいからね10分ぐらいカードを配り会をねやろうと思うんですが、誰も人いないですね。カードもらいに来る人はいないですね。なんか寂しいですね。なんかこれを見ると不思議な気持ちになりますよね。なんか今大学はね長期休暇なわけなんですけれども、やっぱこんな感じでね仕事に行く人を見るとなんかこれが日常なんだなと思いますね。なんかもう曜日感覚がないんですよ、マジで毎日旅してたら。だから今日が平日ダイヤなのか休日ダイヤなのかね、旅してたらわからなくなるんですよね。まあ今日はねこれだけ人が多くて学生もたくさんいるということで今日は平日ダイヤですね。大阪駅のね2番線ホームにやってきました。本日最初に乗るのは大阪環状線です。これになってね京橋まで行きたいと思います。ちょうど今がね朝のラッシュ時なんで、でも人が多いんでカメラは回せませんが、まあ京橋まで行きたいと思います。ちなみにね車両は環状とか言ってたんで3人3系ですね。はい、ね京橋駅の方に到着しました。もうめっちゃめちゃぎゅうぎゅうですね。大阪環状線もねなんか舐めたらダメですね。ということで乗ってきたりして見送っていきたいと思います。京橋駅の、ね、学研都市線のホームにやってきました。次に乗るのは8時16分発の快速木津行きです。いや207が来るかと思ったらね321系でしたね。ではこれに乗って木津まで乗っていきたいと思います。8時16分電車は京橋駅を出発しました。いや321系は先頭にモーターがついているのでね、いい感じのモーター音をこの聞けるのはね非常に最高ですね。こういう機会に321系乗ることないのは非常に運がいいですね。そして電車は花田駅に到着しました。この駅では大阪東線と乗り換えすることができます。花田は大阪の難読駅名として有名ですが、これ読めるとね大阪人一流ですよ。そしてこんな感じで電車は学研都市線を爆走運転していきます。321系が爆走運転する光景ってなかなか見れないので、個人的には学研都市線好きですね。そして電車は住の堂駅に停車中です。この駅では普通松井山手駅と追い抜かしていくんですが、321系同士の追い越しもなかなか面白いです。そして進行方向右側にはね生駒山系の山々が見えるんですが、やっぱり大阪と奈良の県境に広がる生駒山系もね結構山の方行ったら大阪の夜景が綺麗に見えるので、またいつか紹介したみたいですね。そして電車は現在京田辺駅に停車中です。この辺りから京都府に入っていくんですが、結構住宅地が多いなという印象を個人的には受けます。そして電車は同志社前駅に停車中です。この駅の近くには同志社大学京田辺キャンパスがあるんですけど、周りはマジで山と田んぼしかないめっちゃ田舎にあるキャンパスなので、
いや、すごい場所に合うなと思いますよ。そして進行方向左側には近鉄宮津駅と宮津車庫が見えてきます。宮津車庫はね、こんな感じでだだ広い車庫が広がってるんですけど、昼間はね、列車が一本も止まっていないのが特徴となっています。そしてその横には近鉄京都線も走っています。そしてこんな感じで一部区間では近鉄京都線と並走するんですが、この日は車両と並走することはなかったですね。個人的にはこの景色が一番好きですね。木津駅に到着しました。木津はね、一応京都になってるんですが、やっぱ南の方は田舎ですね。こんな感じで京橋からね、木津まで321系で来たわけなんですが、やっぱり321系はね、見慣れてるので、この車両がね、快速で走ってるって考えると非常に面白いです。またですね、なんか学研都市線って結構都市部とか住宅地を走る感じで、特急とかもないので、もうこういう4ドアの車両しか走ってないのもね、魅力的になっています。では次の列車に乗り換えましょう。次に乗るのはね、9時28分発の快速鴨行きです。この時間帯はね、あの大和路快速って走ってなくて、あの快速とかしかね、この大和路線走ってないんですよ。なんでこの列車はね、 JR 難波から来てるんですね。まあ自分もこの列車はね、昨年の3月にあの東海道線使用禁止で大阪から東京に企画で乗りましたね。電車の方が入線してきました。車両は221系の8両編成ですね。前に転落防止ホロがね、ついてないので、これは8両フルでつながった車両ですね。やっぱりね、一息だけなので車内も空いてますね。ではこれに乗って鴨まで行きましょう。電車は木津駅を出発しました。個人的に思うんですけど、学研都市線の電車と奈良線や大和路線の快速列車の接続時間って結構いいなと思うんですよ。なんで大回り乗車の時とか意外と重宝してますね。そしてこんな感じで木津から鴨間はね、めっちゃくちゃ山の中を走行していきます。反対側とかには住宅街とかあるんですけど、住宅街と山のギャップっていうのを感じられるのが非常に面白いですね。鴨駅に到着しました。次に乗るのはね、あちらのキハ120の普通鴨行きです。いや、まさかの1両っすよ。前青春18切符シーズンに乗った時はね、多分多客対応で2両になってたと思うんですが、いや1両こら人いっぱいっすね。いや2両にしてほしいんですけどね。まあ2月ね、18切符シーズン外なんでしょうがないと思いますが、ではこれに乗って津毛という駅まで行きたいと思います。9時40分、列車は鴨駅を出発しました。ここから約1時間機動車に揺られるわけなんですけど、いや今乗ってるの関西本線ですかね。関西本線で機動車1両ってなかなかやばいなと思いましたね。そして進行方向左側には木津川が見えてきました。いや今走ってるのはね、ローカル線でもなく関西本線なんですよ。いや秘伝学館に周辺は山に囲まれてる。もうこれはね、ローカル線と錯覚してしまいそうですね。そして車内にある運賃表にも注目していただきたいんですが、すごいのがね、大阪の駅名と名古屋の駅名両方載ってるのが面白いなと思います。そしてこんな感じでまた山の中を走っていくんですが、いやこの区間だけ秘伝家なのが関西本線の惜しいところだと個人的には思いますね。津毛駅にね、到着しました。やっぱ津毛とかだったらね、大回り乗車でよく皆さん関西本線からね、こっちの草津線に乗り換える方も多いので、馴染みのある方も多いのではないでしょうか。まさかのね、キハ120なのにもかかわらず1両オールロングシートというね、外れの編成に当たりましたね。まあ皆さんがどう思うか知らないけど、まあ1時間ぐらいやったらまあ許容範囲だと思いますが、まあ何時間も乗るってなったらきついですね。なんかね、津毛駅の跨線橋ってこんな感じでね、なんかカルタのね、なんかやつが貼られてますね。なんか津毛駅って結構忍者がよくいるイメージなんですけど、ほらあそこにね、いるでしょ忍者。やっぱ津毛とか伊賀上野とかはね、忍者がいて外国人受けを狙ってるんですけど、こんな山奥に来るんですかね。はい、次に乗るのがね、11時1分発の普通草津行きです。車両はね、221系ですね。昨年まではね、この路線もね、113系とか走ってたんですけど、なんか車両もね、去年置き換わっちゃったんですよね。なんかあとはね、この列車ね、11時1分に出発するんですけど、あの今着いた列車が10時36分着で、だいたい20分ぐらい待たされるんですよね。まあどういうことかって言ったら、あの草津線の列車が関西本線との接続を通ってる関係で、この列車ね、出発結構待たされるんですよね。まあその分ゆったり過ごせるかな
と思いますが、意外とね、駅のトイレに行列ができてましたね。まあ電車の中にもトイレ一応あるんですけどね。まあみたいな感じです。ではこれ乗って草津まで行きたいと思います。11時1分、電車は柘植駅を出発しました。柘植駅って実は三重県にあるんですよね。三重県まで221系や223系などが乗り入れてるって考えると、個人的には非常に面白いんですよね。そして電車は岐阜川駅に到着しました。この駅では信楽高原鉄道線と近江鉄道線と乗り換えすることができます。この駅も昔は30分に1本草津からの列車が走ってたんですが、いつの間にか1時間に1本になってしまったので、個人的には寂しいですね。そして草津線の特徴としては結構直線区間が多いので、駅間距離が長ければだいたい速い速度で走るのも特徴となっています。まあ全て確定なんですけどね。はい、草津駅に、ね、到着しました。ちょっとこの日はね、神戸線で人身事故があった影響でちょっと遅れてるんですけれども、なんとか時間通りに着いた感じですね。では次、新快速の方に乗り換えていきたいと思います。次に乗るのはね、11時52分発の新快速、姫路行きになります。これに乗ってね、山科駅の方に向かいたいと思います。11時52分、電車は草津駅を出発しました。多分この最長片道切符の旅で初めて JR 西日本の新快速に乗りますね。いや、毎日のように新快速乗ってるんでね、なんか最長片道切符で乗れると謎の安心感というものに陥るなと思います。いや、やっぱりこれですよ。新快速の魅力といったら時速130キロの爆走運転ですよ。この滋賀県の北北線の区間ではね、見れるので非常に最高です。そして電車は大津駅に到着しました。大津駅はですね、なんと滋賀県の県庁所在地駅となっているんですね。もうこれはなんか結構シンプルな駅だと個人的には思うんですけどね。山下駅の方にね、到着しました。今ね、また別の視聴者さんがね、来てくれましたね。はい、ということで、なんか今日はね、なんか山陽線の方でなんか朝から人身事故があったりとか、なんかいろいろあってなんか列車が遅れてるみたいなんで、ちょっとまあこの後の工程はね、山科駅でね、出ていろいろ決めようと思います。ということでね、山科駅にやってきました。山科駅はね、京阪電車の京新線の山科駅と、この地下のとこにね、京都市営地下鉄の東西線の駅があるということで、結構駅前いろいろ店充実してんなと思いました。ということで、次の敦賀方面に行く新快速の乗り換え時間がだいたい何分ぐらい、30分以上あるんでね、ちょっとここで昼食を食べたいと思います。今日の昼食はこちらの静谷でね、食べていきたいと思います。静谷は京都にあるパン屋で、私はあんまり行ったことがありません。こんな感じの豪華カツサンドセットなんですが、だいたいこれぐらいで、ね、1000円するので、ちょっとお金の使い方気をつけないといけませんね。ちょっと乗り換え時間がね、20分ぐらいしかあと時間がないんでね、ちょっとパッと食べたいと思います。静谷のね、ベーカリーでカツサンド食ってきたんですが、意外とね、美味しかったですね。山形パンになんかあのカツとかチーズ挟んでるんですけど、まあそれがうまいですね。で、僕はね、食パンでも山形パンはすごい好きです。それであとはね、サラダもついてきて結構いいんですけど、あのお値段高いですね。ちょっとあの金の使い方をね、気をつけないと、あの大変なことを九州で見ることになるかもしれないので気をつけたいと思います。あそこはね、踏切が鳴ってるんですが、あそこにもね、京阪電車の車両が今駅に着いたんかなみたいな感じでなってるんですが、まあこれを見てたらね、多分新快速乗り遅れるんで、今から駅の方に行きたいと思います。山科駅の3番線ホームの方にやってきました。次に乗車するのが12時50分発の新快速湖西線経由敦賀駅です。この日はね、何度も言ってるんですが、あの山陽本線で朝人身事故があった影響で、まあ結構琵琶湖線とかがダイヤ乱れてるんですが、新快速はね、4分の遅れということで、まあ新快速湖西線だったら爆走運転してくれるんで、まあダイヤ回復すると思いますが、まあちょっとだけね、待っていきたいと思います。4分遅れでやってきたのは新快速湖西線経由敦賀駅です。あ、当たりですね。前4両の敦賀に行く車両は225系0番台ということで、ね、まあ、225系の中でもね、数が少ない編成となっています。ではこれに乗って湖西線を経由して近江塩津駅を目指したいと思います。12時50分、電車は山科駅を出発しました。ここから約1時間近江塩津駅まで湖西線の旅の幕開けでございます。個人的には225系とか321系など、個人的に乗りたい車両にこういう長旅の時に乗れるのってあまりないので、
個人的には結構運がいいなと思いながら一日感じてましたね。そして山科駅を出ると電車は湖西線の線路に入っていくんですが、個人的にはこういう高架区間の別区間を走っていくのが好きな光景だなと思います。そしてこんな感じでトンネルに入るとね、トンネルの先の景色が面白いのも特徴です。そしてトンネルを抜けると電車は最初の停車駅大津京駅に到着しました。この駅では京阪線と乗り換えすることができます。湖西線は全区間高架区間となっているので駅舎も高架になっているのが特徴となっています。そしてこんな感じで湖西線内でも爆走運転をしていきます。今通過したのは小本温泉駅です。湖西線は線形が良いので、ね、新快速などの爆走光景も見えやすいです。そしてこんな感じで車窓からは琵琶湖の景色も一望できます。個人的には琵琶湖線よりも湖西線の方がね、綺麗に琵琶湖が見えます。これは何でかっていうと湖西線が高架間を走っているから景色が見えやすいのが特徴の一つです。そして湖西線はね、琵琶湖だけでなく山の景色も綺麗に見えるんですね。しかしこんな感じで雪化粧した景色ではなく一面緑の景色がね、残念でした。そして電車は大見舞子駅を出発しました。大見舞子駅を出発するとね、すぐ近くにねまた琵琶湖が見えてきました。個人的には琵琶湖は広くて海だと勘違いしてしまいますが湖ですね。いややっぱりこの景色を見ると心が癒されますね。大見舞子駅に、ね、到着しました。この駅で前より4両の敦賀行きと後ろ8両の近江岩津行きのね切り離しが行われます。まあ時間がないんで見ないんですけど、こんな感じで、いやいいっすね、これぐらいの景色が。やっぱ滋賀県も高いでもないんですけど、まあ琵琶湖を見えて、ね、絶景ですね。あとはちょっと寒いですね。この近江岩津駅でね、特急サンダーバードの通過待ちを行います。いやこのサンダーバードもね、金沢行きの距離で、あ後ろ白鷺っすよ、後ろ白鷺っすよ、すげえ付属編成白鷺車両でしたね。では乗っていきたいと思います。電車は近江今津駅を出発しました。この駅から4両編成になったりサンダーバードの通過待ちを行うので、こっからなんか一気にローカル線感が増しますね。そしてこんな感じで近江今津から先の区間はね、もう各駅に停車していくので、こんな感じでゆっくり走るのが特徴となっています。この時車内が騒がしかったんですが、なんか遠足の学生集団が乗っていたのが印象的でしたね。そしてこんな感じでどんどん北の方に行くと山の景色になっていきます。湖西線って琵琶湖の景色と山の景色両方楽しめるのが魅力の一つだと感じます。近江小津駅に到着しました。いや結構風吹いてるな、すごい寒いですね。ということで次はですね、左側に停車している、新快速姫路行きに乗って長浜を目指したいと思います。ということでね、乗ってきた225系を見送っていきたいと思います。寒っ、マジで寒いっすよ。なんか湖西線がなんか風で止まるかもってなんか言われてたんですけど、なんかうまいこと耐えてね、ここまでなんか来ています。おお、やっぱ225系はこの東洋製のモーターがいいですね。ということで向かい側の新快速に乗り換えたいと思います。14時7分、電車は近江塩津駅を出発しました。近江塩津駅での湖西線と北陸線のね、新快速の接続も非常に良いので、大回り乗車をされたことある方など、この恩恵を感じたことある人も多いのではないでしょうか。そして車内案内表示機はね、高槻と表示されていますが、ちょっと感じが違いますね。こんな感じで同じ駅名がね、新快速路線上にあるのも面白いですね。そして電車は例の高槻駅に到着しました。しかし我らサンシャイン真村の地元の高槻駅と比べると非常に家とかはあるものの、やっぱりこじんまりとしていますね。いやこの高槻駅でも降りてみたいな。はい、長浜駅に到着しました。ではね、乗ってきた列車をまず見送っていきたいと思います。とにかくね、長浜からめっちゃ乗ってきましたね、人。やっぱ長浜行きの新快速とかもあるんですけど、やっぱ長浜がやっぱ需要があるのかなと読み取れるかなと思いますが、結構乗ってますね。あ、後ろはそこまで混んでないですね。では駅の外出てみたいと思います。長浜駅でね、降りてみました。こんな感じでね、自動改札と駅のね、売店もありますね。よく長浜とかって新快速の行き先とかでよく聞くと思うんですけど、私はね、初めて降りましたね。いや結構栄えてますね。ということで滋賀県の一観光一グルメは長浜でやりたいと思います。もうすでにね、こちらになんかヒントと思われるものがね、いっぱい書いてるんですが、滞在時間がだいたい
2時間ぐらいあるのでね、今日はこれら周辺でね、一観光一グルメやっていこうと思います。ちなみにグルメ情報がないので、観光案内所で、ね、情報収集をしようと思います。それではね、滋賀県の一観光一グルメやっていこうと思います。ということでね、まあ先ほど駅の案内板で見た観光地全部行くんですが、まあまずはですね、長浜に来たら鉄道ファンはね、行かないといけないスペースがね、あちらにございます。あちらはね、長浜鉄道スクエアと呼ばれまして、なんか1回ぐらい行ってみたかったんですけど、ちょっとね気になるので覗いていこうと思います。こちらがね、長浜鉄道スクエアになります。こちら今お見せしているのが日本で一番古い駅舎、旧長浜駅ということで、こちらはですね、明治15年の3月にできた建物となっていて、日本で現存する一番古い駅舎となってるんですね。いやー、すごくないですかこれ。なんかね、ここ多分この駅舎はまあ移転させたものやと思うんですけれども、なんか庭があってね、なんか庭園みたいですよね。ということでね、中にもいろいろ展示されてみたいなんで入っていきたいと思います。こちらがね、なんか昔の長浜駅の待合室のエリアになってまして、ここがまあ偉い人がね、また一等二橋客室ですから、まあ偉い人がねここで待っていたというような感じになっています。次、ここは倉庫かな、倉庫とか書いてますね。で、隣にこちらは倉庫があって、今の部屋が休憩室ですね。だから駅員とかの休憩室がある感じです。世話係室、世話係室ってなんだこれ。おお、なんか接待部屋みたいなのなのかな。あー、でも結構狭い。で、これがね、昔の映像を再現した感じになるんですが、昔は琵琶湖の長浜から大津の方まであんな感じの船がね走ってたんですよ。なんか今はその琵琶湖の大津から出る船って遊覧船ばっかなんですけど、昔は大阪の方から北陸とかに行くときは大津から長浜まで船に乗っていたという歴史があるんですね。で、こっちがね、駅長室なんですね。おお、なんかすんごいモダンな感じですね。私は長浜駅初代駅長の、すごい機関車もね、なんかすごいこじんまりしてていいですね。で、こんな感じですね、順路は。以上です。こちらのね、入り口のところがね、なんか三等客室、まあ言ったら一般客の待合室になってます。こんな感じで出札口っていう書き方と改札口っていう書き方がありますね。料金表もね、なんかやっぱ古いんすよこれ。何線、敦賀まで多分15線、新引田のあたりまで8線ですからね。線のあたりがわからん。それで出発の時刻表もね、あ、読みにくいっすね。まあ時代をね感じることができますね。こちらのね、広い建物の中にはなんか長浜の周辺の鉄道の歴史とかがね展示されてます。まあ一個一個解説したらね時間長くなるんですが、まあ興味のある人は実際来てみてください。ということでね、まあ短時間ですが、この長浜の琵琶湖のね鉄道の歴史の変遷についてもね勉強していきたいと思います。それでこちらがね、長浜鉄道スクエアのねメインの展示スペースになっています。こちらは昔北陸本線の周辺で活躍した車両が展示されてまして、 ED70 のねトップナンの車両が展示されています。こちらはね、まあ硬直流用の電気機関車なのかな、ちょっとあんまわからないので、知ってる方いたらコメントで教えてください。それでここにもね、日本各地を走る貨物の電化区間とかのね電気機関車ルート書いてるんですが、いやー、多分ねこれめっちゃ古いやつなんで、あ、三江線のとことか塗りつぶされてますね。あとはそうっすね、この札沼線とか留萌本線も真重のとこまで残ってますからね。あ、日高線もね一部廃線になったり、あ、ここも残ってますよ。あ、結構古いタイプの路線図ですね。まあやっぱ時代が流れてるんでね、やっぱ超古いとこはまあ仕方ないかもしれないんですが、あー、でもなんかトワイライトエクスプレスとかね、北陸本線走ってた時の写真とかありますからね。いやー、懐かしいっすよね。それでこちらにはね D51 がね展示されています。やっぱりまあ生体保存という形なんで、やっぱでかいですね。やっぱ
蒸気機関車ってこうでかいんですよね、やっぱ実物で見ると。私もその蒸気機関車って一回北海道で SL の冬の湿原号しか乗ったことがないんですが、その時多分 C11 だったと思うんですけど、やっぱりこう蒸気機関車って昔の鉄道を支えたものでね、なのでやっぱすごい、なんて言ったらいいんかな、やっぱ鉄道の顔と言える存在なのではないでしょうか。前面から見るとね、こんな感じで ED70 と D51 がね、綺麗に見ることができます。こちらにはね、なんか D51 と ED70 の展示の奇跡だったりとか、上にはね、結構骨董品のね、看板が多数並んでいます。他にもね、いろいろ展示があったりとかするのでね、興味のある人は見てください。何このボタンを押してみてライトが光るのかな、これ。あ、ちょ、押しますよ、一回。ヘッドライトが光るんですね。こういう仕掛けがあるんですね。ではね、なんか蒸気機関車とか電気機関車のね、車内に入れるみたいなんで、入ってみたいと思います。よいしょ。結構高いな。よいしょ、入っていいかな、これ。おー、これが蒸気機関車の運転台ですね。ボタン押していいやつか。何も起きねえな。おお。いやー、なんかここ入るとなんかすごい特別感がありますよね。運転台に灰皿まである。おお、すげえなーこれ。こちらがね、 D51 の運転台になります。いや、すごいな。ここがね、あの石炭、ここ側にね、大量に積んでたスペースになっています。座っていいんかな。でもなんか座布団敷いてあるな。多分ね、こう聞けるよね、一部は座っていいんですよ。お、あんま動かんな。まあちょ、壊したらね、ダメなんでね。まあこんな感じになっています。で、これがね、多分こう引っ張ってね、なんかやってましたね。自分2年前に埼玉の鉄道博物館に行って、まあその動画はちょっといろいろあってボツになっちゃったんですけど、その時にあの蒸気機関車の運転シミュレーターがあるんですよね。それやった時に結構ここ引っ張って動かすの楽しかったなっていう記憶があります。で、ここにね、石炭入れるところもあります。いやー、やっぱこういうのも見学できるのいいですよね。ということでね、長浜鉄道スクエア見てきました。いや、やっぱね、北陸のあたりとか琵琶湖の周辺のね、鉄道の発展とかを見ることができて非常に良かったですね。隣にはあんな感じでね、北陸線のね、線路も見えます。まああと1時間ぐらいあるんでね、ちょっと観光していこうと思います。大体ね、長浜駅の近くの商店街みたいなところにやってきたんですけど、この辺りにね、美味しいグルメがあるということで、ちょっとそこを店で紹介したいと思います。ということで、やってきたのがね、こちらの長浜名物サバそうめんよかろうさんということなんですがね、あの秘宝なことが起きました。なんとこのお店営業時間がね、3時までということで、今の時間が3時40分ぐらいなんで入ることできないんですね。いやー、これ困ったな。他にね、一観光一グルメ、まあ一観光でね、ちょっと時間尺取りすぎたんで、まあちょっと一グルメできるとこ探さないといけないですね。あー、残念だな。もうね、外からもこのスタバの匂いがね、もう漂ってるんですよけど、ちょっと残念ですね。ということでね、やってきたのはおしゃれなカフェになります。こちらの店はね、なんか地産野菜をたっぷり使った店になっていまして、なんかちょうど歩いてたら見つけたんで入ってみました。まああのね、うなぎそうめん食べられなかったんで、今日はね、ここでちょっと一グルメやっていこうと思います。まあ地元の野菜もね、こういうとこで食うからこそ価値があるものだと思うので、じゃあ食べていきたいと思います。まずね、紹介するのはこれね、クラフトコーラですが、まあ、羽田空港で飲んだ以来なんですけど、こっちはね、なんかちょっと違う感じのクラフトコーラですね。なんか外に見たらね、半額キャンペーンがやってたんでね、なんかすごい面白そうなんで買ってみました。では飲んでいきたいと思います。それではね、このなんか謎のクラフトコーラ飲んでいこうと思います。いただきます。あー、なんか甘さが強いですね、これ。なんだろう、すごいなんか後にね、結構ツンってくるような噂が来てね、これは結構個性的ですね。ということで、あのね、次のキーマカレーも待っていこうと思います。
はい、ということでね、カレーが到着しました。だいたいここに乗ってる野菜とか米とかはね、全部長浜エリアで採れたものを使用したカレーとなっています。もう匂いがね、良さそうですね。ではね、早速食べていきたいと思います。はい、それではね、食べていきたいと思います。いただきます。まずね、なんか謎に乗ってる、これはね、米の上に乗ってるポテトチップスか、これ。カレーにつけたらうまいかな、これ。謎ですね、これ。まあ、カレーにつけたらね、感じですね。じゃあ、食べていきますか。まずは、結構量が多いのが、これ、ほうれん草ですね。ほうれん草をカレーに混ぜて、米と一緒にね、こんな感じです。いいね、これ。私もね、カレーすごい好きなんですけど、やっぱこう、やっぱ地元のね、この滋賀県の長浜エリアとかで採れたものを使うカレーを食うっていうのもいいですよね。他にもいろいろ野菜あって、例えばピーマンとかありますね。まあ、ピーマン抜くか聞かれたんですけどね、地元の野菜ということで食べてみます。ちょうどいい苦さですね。あとは人参とかもあるね。こんな感じです。あれ、いいね。はい、みたいな感じでね、あそこのそうめん、うなぎそうめんかの店は今度来た時リベンジしますが、やっぱね、こういう地元の野菜を使った店に行くというのも価値がありますね。現場からは以上です。ということでね、こちらの店名は地産野菜というお店でございまして、まあ、あの長浜周辺で採れた野菜とかをで、なんかそういう創作料理を作ってるお店になるんですが、やっぱりうまかったっすね。やっぱ野菜って、やっぱこの皆さん食べる機会ってあると思うんですけど、やっぱりこう地元の野菜に特化してるっていうのもいいですね。今日ね、残念ながらうなぎそうめん食べることができなかったんですが、ここの店舗の方によると結構ね、長浜周辺は営業時間が終わるのが早いらしいです。テイクアウトとかもやってて、店もおしゃれなんでね、ぜひ来てみてください。であちらに滋賀銀行があって、その隣の建物もなんかおしゃれですね。ということで駅の方戻っていきたいと思います。ということでね、長浜観光してきました。ちょっとね、鉄道スクエアの方で尺取りすぎたんで、あの長浜城は行けなかったんで、こっから見るだけになります。いやー、長浜とかね、よく新快速の行き先で聞くんですけれども、やっぱ結構駅の近くに観光地充実してんなって感じでした。ちなみに私、動画内で滋賀県なんもないとか言ったことがあるんですが、滋賀県はね、大津の方はちょっと観光地少ないんですけど、彦根とか近江八幡とか、まあ長浜ぐらいまでね、来ていただいたら結構観光地いろいろあるんでね、皆さんもね、滋賀県はね、行ってみてください。あの琵琶湖の遊覧船乗るのもいいですね。まあ今日もね、雨予報だったんですけど、曇りで収まりましたね。はい、またね、サンシャインパワーが発揮されたのかなと思います。では、ホームの方行ってみましょう。次に乗るのはね、16時57分発の新快速、播州赤穂行きでございます。この時間全部播州赤穂行きやん、すげえ。ということで4番乗り場なので、この駅始発ですね。ということで行ってみたいと思います。次に乗るのがね、こちらの新快速播州赤穂行きでございます。4番線出発なんでね、この長浜始発の列車となってます。この時間はね、全部播州赤穂行きですねなんか不思議ですね。いや、ちなみにね、この車両は姫路行きというね、なんか矛盾をしていますが、これに乗って米原はね、行きたいと思います。16時57分、電車は長浜駅を出発しました。そして進行方向前の方にはね、先ほど訪問した長浜鉄道スクエアがね、見えてきました。マジでね、駅から見える場所にあるので、鉄道ファンの方には非常におすすめの観光地となっています。いや、新快速で長浜駅とか聞いたことある方多いと思うんですけれども、いや、長浜って意外とコンパクトですよね。しかし心残りなのはね、冒頭では全部の施設訪問するって言ったんですけど、やっぱりね、鉄道ファンだったらね、この鉄道スクエアの方に時間取られてしまったので、結構やっぱ時間が足りなかったという
でしょうですね。そしてこんな感じで電車は北陸線を走っていくわけなんですが、新快速は彦根までは各駅に止まるので飛ばすことはないんですけど、やっぱりこんな感じでゆっくり走る新快速もローカル線感があって個人的には好きです。そして舞原駅では前八両に播州赤穂行きを連結するんですね。この前8両は播州赤穂に行くんですが、今乗ってる4両の方は姫路止まりとなるので行き先表示が矛盾しているということになるんですね。舞原駅に、ね、到着しました。2日ぶりぐらいの、ね、JR 東海の表示を見るような感じになります。あちらにも、ね、313系が止まっております。次は、ね、再び JR 東海の東海道線に乗って岐阜の方に行きたいと思うので、乗り換え時間が20分ぐらいあるので待ちたいと思います。はい、次に乗るのは、ね、普通大垣駅となります。いや2日ぶりの、ね、JR 東海ですね。車両は、ね、311系ということで、意外にもこの動画では初めて出てきます。この車両もね、引退が迫ってきているということで、まあこれ乗って大垣まで行きたいと思います。17時30分、電車は舞原駅を出発しました。ここから再び JR 東海の東海道線に乗って岐阜の方を目指すわけなんですが、個人的にはこの区間18切符で乗ることが多いので、朝の時間帯に舞原から先の区間乗ることが多いんですが、珍しく今日は夕方に乗るということでなんか新鮮な気分になりましたね。そして舞原駅を出るとこのような留置線が見えるんですが、 JR 西日本の車両と JR 東海の車両が停車しているということで、なんか夢の公園みたいに面白いですね。そして311系の車端部にはご覧のような車内案内標識がついてるんですが、これを見ると未更新時代の221系を思い出してなんかいいですね。311系は更新されてないので少し懐かしさがあるのが特徴です。そして大垣駅手前では大垣の車庫が見えています。こんな感じで313系が多数停車しています。昔はムーンライトながらが走ってた時期は185系とか停車していて面白かった時代があったんですけどね。はい、大垣駅の方にね到着しました。この列車はね大垣止まりなのでね、岐阜に行くにはね乗り換えが必要なんで面倒くさいですね。では次のホームに行きたいと思います。はい、本日最後に乗るのは特別快速豊橋駅です。車両はね313系となっています。いやなんか JR 東海に戻ってきましたね。ではこれに乗って数分だけ、岐阜までね行きたいと思います。18時11分、電車は大垣駅を出発しました。時間帯によってはこの舞原から岐阜の方まで直通する列車があるんですけど、なんかそういうのに乗れないとちょっとタイミング悪いなと思いますね。そして個人的に思ったことなんですが、新快速とかでは転換クロスシートの313系が走ってるんですが、この最長片道切符の旅では転換クロスシートタイプの車両に1時間以上乗ってないので、ね、なんかちょっと損した気分だなと個人的に思ってます。岐阜駅に、ね、到着しました。乗ってきた列車を見送っていきたいと思います。本日の、ね、宿泊地は岐阜となるわけなんですが、結構駅の周りにはビルとかが立ち並んでるんですね。ちなみに私はねよく岐阜はね青春18切符では通過するだけで降りたことはないですね。今日が初めて降りるような感じになります。では駅の外出てみましょう。はい、岐阜駅はねこんな感じになっててすごい綺麗ですね。あちらにはねアスティという商業施設があったりとか、結構お店は充実していますね。ということで今日のホテルはですね、また駅から数分のところねトレンタウンで早速行ってみたいと思います。はい、今日のホテルはねこちらのサンサミットさんでございます。なんか似たような名前のホテル一回どっかで泊まったことがあるような記憶もあるんですが、こちらもね岐阜駅から徒歩5分のね高立地にあるホテルでございます。なので、ね、今日はここで一泊したいと思います。ホテルはねこんな感じのコンパクトなシングルームになってます。お風呂とかなのか、お風呂は普通なユニットバスですね。ちょっと古さがあるんですが、まあ安ければ泊まれたらいいでしょう。でこのホテル特徴的なのがね、朝食がこうやってパンと
ジュースが袋入りで渡されるんですよ。明日は朝早いのでこれはありがたいサービスですね。ちなみに今日はね、滋賀の方で早めに夕食を取ったので、今日はねホテルから出ることはありません。ではエンディングです。最長片道切符の旅24日目の動画はいかがだったでしょうか。24日目はですね、大阪を出発して京橋から学研都市線で木津の方に行き、まあ木津から関西本線で津下、草津線で草津で、琵琶湖線で山科、湖西線で近江市をついて北陸本線で、まあ長浜行って長浜で一観光一グルメして、それで米原経由して、まあ東海道線で岐阜まで行くような感じだったんですが、お楽しみにいただけましたか。今日振り返るとね、久しぶりに寒かったっすね。まずまあどういうことかっていうと、まあ例えばサンシャイン真村先週ぐらいですね、例えば千葉行った時とか大洗行った時とか、あとはあの静岡行った時とかめちゃくちゃ暖かったかったんですけど、今日は寒かったっすね。だいたい気温が高くても10度ぐらいになってて、もう事務所にコートを捨てたかったんですけど捨てられなかったんですよ。で天気も曇りだったんですが、まあ雨が降る予報もあったんですね。しかしあのサンシャインパワーのおかげで曇りで耐えました。一部晴れ間も見えた時間もあるんですが、やっぱりサンシャイン真村がその町に来たらマジで雨降らないっていうのがね実証されたかなと思います。で続いて2つ目がですね、あのやっぱ今日は結構乗り慣れた列車に乗ることが多かったですね。例えば学研都市線の321系とかもう高槻周辺走ってますし、今日乗った結構関西本線とか草津線とかのルートってよく大回り乗車でも乗ることができるので、結構まあ見慣れた感じがありましたね。あとは今日初めて長浜で降りたんですけど、やっぱ長浜も結構コンパクトな街で結構見応えあるなと思いました。うん、なんか鉄道スクエアだけにちょっと時間取られちゃったんですけど、次回は長浜城とか今回食べられなかったうなぎそうめんみたいなやつも食べてみたいですね。ちなみにね、次回はですね3連休また突入しますよ。もう2月なんで今年3連休2回もあるんかな、不思議なんですよね。明日から3連休突入するわけなんですが、明日も朝の今日よりめっちゃ早い久しぶりの早朝ロケになるんでね、もう夜更かしできません。まあ動画編集とかしたいんですけどね、まああの寝ないと、あの寝坊したらえぐいことになるんでね、はい。今日もねすぐ寝たいと思います。では、この辺で動画終わります。最長片道切符24日目の動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。